ルビン・ラファエル・オコティエは、パキスタンカラチ出身のプロサッカー選手。オーストリア代表。ポジションは、フォワード。パキスタン最大の都市カラチにて、ナイジェリア人の父とオーストリア人の母との間に、生まれた。また4歳になるまでスペインのバルセロナで過ごした。2001年、14歳の時に FK アウストリア、ビーンの育成アカデミーに入団。 二シーズンにわたり当時エアステリーガに属していたセカンドチームでプレーし2007年8月の SK ラピードウィーン戦でオーストリアブンデスリーガに属するトップチームにてデビューを果たした2008年2月の FC レッドブルザルツブルク戦で初ゴールを決めた2010年7月当時ドイツブンデスリーガに属していた 1FC ニュルンベルクに3年契約で移籍した 2011年の8月から12月31日までは、ベルギープロリーグに属する、シントトロイ VV にレンタルで在籍した。2012年1月31日、オーストリアブンデスリーガに属する、SK シュトゥルムグラーツに移籍。2013年7月には、フルスの FK アウストリアウィーンに復帰した。2014年1月から6月までは、デンマークスーペルリーガに属するスナユスケにてプレイ。 リーグ戦15試合に出場し11得点1アシストを記録した。2014年7月、当時ドイツ分デスリーが2部に属していた TSV1860 ミュンヘンに2年契約で加入。2年間でリーグ戦52試合に出場し21得点6アシストを記録した。2016年7月、中国サッカー。 高級リーグに属する北京空港属級クラブに2年半契約で移籍した。オーストリア、ナイジェリア、パキスタンの各代表に選出される権利を持っていたが、おこて本人は自身をオーストリア人と考え、オーストリア代表を選択した。オーストリア代表として UEFAU-19、欧州選手権2006と 2007FIFAU-20 ワールドカップに出場した。 U-20 ワールドカップでは2ゴールを記録し、準決勝進出に貢献した。2008年11月19日に開催されたトルコ代表戦で、カレル・ブリュックナー監督の下、A 代表チームでのデビューを果たした。UEFA ユーロ2016予選ではロシア代表戦とモンテネグロ代表戦で得点を挙げた。ありがとうございます。